はい、皆さんこんにちは。りなです。坂です。ティブローグです。おはようございます。私たちは今日この素敵なホテルから今チェックアウトしました。有馬グランドホテルですね。イエス、めちゃ良かった。最高でした。他の動画で有馬グランドホテルの紹介もしてるのでぜひご覧ください。今からはタカがもうずっと前から明石焼きを食べたい、明石焼きを食べたいって言ってるから、今日は明石焼きを食べたいと思います。明石市に向かいます。行きましょう。今回の旅のお供はジープですね。かわいいかわいいブルーのジープです。よいしょ、よいしょ。あまり思わないかもしれないけど狭い。ではでは出発。出発しました。でも直接明石に行っても明石焼きは朝から食べれないでしょ。食べれない。さっきホテルでいっぱいバイキング食べたからな。だからまずは六甲山の展望台に行きます。ここから10分ぐらい。有馬温泉から六甲山ってめっちゃ近いんだね。すぐだよ。同じ山かな。あ、書いてある。六甲有馬ロープウェイ。あ、なんか有料って書いてあるよ。あ、なんかそういうドライブウェイかもしれないよ。そうかもね。あ、ほんとだ、なんか有料道路って。なんか自動車道路。え、だから何、ドライブウェイじゃない、無人。あ、もらって。通行券をお取りください。通行券をお取りください。着いたよ、展望台。ああ、見事に全部閉まってるよ、まだ。まあ10時だから。早いからかな、時間が。ああ、止まって、ちょっと景色を見よう。見事の景色。こっちも街に見下ろせるけど、眩しいし、あとなんか、なんていう、すごく白白してる。霞がかってるね。うん、白白してる。霞がかってるよ。霞が知らない。白白してます。あなたの顔が白白してるよ。わかる。それもあるよ。これも白白してる。なんだろう、霧かな。あの人一人で喋ってたよ今。そうだよ。こっちに橋があるよ。見えないと思うけど。カメラじゃ映んないけど。うん、六甲アイランドに行く橋だと思うよ。でかっ。ロープウェイがあったよ、ここで。だからあれだね、車でもこうやって登ってこれるし、車がない人はロープウェイでも上がってこれるんだね。しかもロープウェイでかかったね、今20人30人乗りのロープウェイじゃん、あれ。うん、そうだね。で、こっから、あ、着いた。あれ、あ、ジャングルジムがある。おお、やる。アスレチックやる。やりません。怠け者。やりません。あれもあるよ、リフトあるよ。スキー場もあるんだよ、もしかしたら。六甲山ってスキー場あるのかな。お、楽しそう。六甲山スノーパークみたいなのあるかもしれない、もしかしたら。え、だってこれスキードリフトでしょ、どう考えても。いや、ちょっと観光リフトじゃない。違うか、観光リフトか。なんかヨーロッパっぽい。ヨーロッパっぽいね、本当だ。ああ、いいじゃん。バーデンテラス、はい、入り口。ミスった、角度ミスった。これじゃ入れんだよね。届かねえよ。おい、ジープさん失敗したね、はい。あれ、駐車券は出てこんのこれ。出てこないでしょ、いらないでしょ。なんでいるの。え、あ、出てるよ、ここに。ああ、はい。ああ、ジープさん遠いよ。いや、地上タカの運転下手だよっていうことだよ。どっちで行こう。好きなところで止まってください。なんでこっちで止めるよ。好きな方で止まってくださいって言ったでしょ今。なんでそんな、なんで好きな方であっち行こうとしたら文句言われなきゃいけないの。遠いよ。信じられない、ドイツ人だよ。なんで遠いところに行こうとしてるの。本当に文句ばっかだよ。そうだよ、ノイローゼになるよ。そうだよ、頭使ってない旦那と結婚したらノイローゼだよ。ノイローゼだよ、もう。私も、はい、到着。めちゃめちゃ施設があったよね。遊びに行きましょう。すごっ、さっきよりまた高いね。なんかこれ神戸でしょ、さっき大阪見えた。これな、神戸かな。これ神戸だ。神戸港ってこと。うん、そうだよ。ポートタワーとかないよ。でもメリケンパークとかポートタワーはどこだろうね。あとあっち。本当にこれ神戸かな、社長。これは神戸だよ。
なんか田舎のドイツって感じじゃない？そうね。あ、こっちの景色も綺麗じゃん。同じ景色だよね。何やってんの？こう、凍えるよ、かさぼい。アフリカ的な紅葉じゃない？そうだね。だって俺こういう T シャツ持ってるよ。アフリカで買ったやつ。そうよね。はい、ということで六甲山楽しみましたね。景色良かったし。うん、でもいろいろあるよ。私たち全然見切れてないよ、ね、だからめっちゃ遊べると思う。だから家族で子供連れとかで来るとね、一日楽しめると思うね。来ました。明石市。めっちゃいい雰囲気。すごい。なんか全然そんなってると思ってなかった。すごい商店街じゃん。何これ、めっちゃ雰囲気いいんだけど。なんか海鮮系がいっぱい売ってるね。美味しそう。あ、穴子も売ってる。あ、牡蠣も売ってる。あ、タコも売ってる。タコ。明石タコやわらかに。平日の金曜日なんだけど、なんか人いっぱいいるね。ああ、そう。あ、あった。何？これ？ここ。明石焼き、卵焼き、たこ磯。おお。ここで食べます。人が待ってる。あ、並んでる。人が待ってる。あ、並んでるわ。並んでますね。並ばなきゃいけない。入れましたね。最初並んでたけど、うん、並んでたけど平日でもね、行列なんだって。うん、今日はちょっと少ないよって言われた。だからこのお店すごいということだね。で、注文したのがこの何？卵焼きと卵焼きの穴子が入ってるやつ。楽しみ。来ましたよ。で、これが特徴でしょ。そう、このだし。だしで、じゃあ食べますよ。どうぞ。これをここにドボンと入れて。どれぐらいドボンと入れるの？どれぐらい？あ、めちゃだしの匂いするよ。うん。あ、穴子だね。熱い。うん。中身が熱っ。喉焼けたんじゃない？うん。一発喉焼けたと思う。おいしい。穴子。もうこうふわっとしてる。卵がふわっとしてる。穴子だったね、今食べた。穴子もおいしいけど、タコを食べたい。タコも来ましたので、タコ卵。ディップして、これ一口で言ったら熱くね。行って、行ってみて。あ、うまタカが勉強にならないね。あ、うん、すごい。どうですか、口の中でトロットロね。出汁もうまいし、もう食感があるね。たこ焼きとはもう全然違うね。トロトロの熱々で、でもタコがプリプリしてるからめっちゃ美味しいよ。全部食べるわ俺が。ダメだよ。タコですか社長。いや、ちょっと美味しいかどうか。なんでそんなにやけどせずに食べれるの？え？もう死んでるよ。うん、タコの方が断然に美味しいの。ね、タコの方が美味しいね。
はい、アナゴ、タカ、タコ、レナという役割分担。アホか。だしで食べずにたこ焼きだね。ソースで食べる。これもうたこ焼きじゃん。熱いよ。でもナスがトロトロだからちょっと違うよ、絶対に熱いよ。たこ焼きとは私はソース派かもしれない。だしより、あ、なんか味が濃いのが好きだから、なんかこれでちょっとなんか物足りない私に。じゃあソースですか。ソース。じゃあ大阪行ってください。そうだそうだよ。明石から出てください。ごめんなさい。ちょっと今地元の周りの人見てたら、これにタレのっけて、それをこのつゆにドボンとつけて食べてたから、ローカルの人のやり方に。うん、食べてみ、めっちゃ美味しいよ。あ、これだわ、これがうまい、めっちゃ美味しいよ。レナさんもどうぞ。一番うまくない？組み合わせがいいね。やっぱりローカルの人の真似をするのが一番だね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。食べました。たこ焼き、卵焼き、明石焼き、めっちゃ美味しかった。めっちゃお腹いっぱいだよ。まだここ今そんな15個も出るのが多くない？1人前15個あるから ね、めっちゃ多いよ。なんかここでプラプラするとタコとアナゴとちくわがここら辺で有名かなと思う。明石楽しかったね。明石焼きが食べれて、ね、このいい感じの商店街の雰囲気も楽しめた。雰囲気めっちゃいいよ、魚の棚商店街。ここで動画を終わりにします。楽しかったならいつも通りいいねボタンを押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。タコ磯めちゃくちゃおすすめです。おすすめです。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。